フラルキ区は中華人民共和国国立工省、父春市に位置する四角区。全国156カ所の開発が進められた15機関、この区もそのうちの一つとなりきた電商など3項目の建設投資がされた。以後50年来、フラルキは、重機械、特殊鋼、電力、石炭工業、防食、建材などで北方の工業重鎮となっている。 フラルキクは、父春の中心市街の三十七キロメートル南西の、ノンジャン西岸に位置する。フラルキは、ダウール語で赤い騎士を意味するフランエルギガウィックドを点火したものである。新書に集落形成され、父軽福都道の管轄とされた。新末に、東西鉄道が開通すると富へしゃげ南寺元駅が設置され都市形成が、進行、1926年には、 人口1800人となり、流行圏の管轄とされた。満州国時代に富へしゃげ南寺、元保、後に富へしゃげ南寺元村が設置されている。1946年6月、流行圏政府が富へしゃげ南寺元区を設置、後に第一区と改称され、流行圏地が設置された。1954年10月に、 父春氏に遺憾され、富へしゃげ、南地元区と改変された。漢族、ダウール族、海族、満族、朝鮮族など16の民族が住む。下部に八街道、一郷、一民族郷を管轄、豊富な鉱山資源を背景に、大中企業が数多く登記されている。中国第一重型、機械集団有限責任講師と富へしゃげ、南地元発電総称、北満徳工。 国家集団などの所在地となっている。ありがとうございます。